モバイル作戦は、リビア飛行禁止空域設定を実行するため、カナダ軍が行った軍事作戦に付された名称である。なお、同戦闘におけるアメリカ合衆国の作戦名は、オデッセイの夜明け作戦、イギリスはエラミー作戦、フランスはアルマッタン作戦である。飛行禁止空域は2011年リビア内戦の最中に、ムアンマルアルカザーフィー率いる政府軍が、 ン火ダ不勢力に対する空爆を防ぐ目的で提案され、2011年3月17日に国際連合安全保障理事会において国際連合安全保障理事会決議1973が採択された。2011年3月19日、パリにおいて EU 加盟国、アメリカ合衆国などの代表者によるリビア情勢に関する緊急首脳会議が開催され、 直ちに軍事行動に移る準備が始まった。2011年3月1日、ハーパー首相はフリーゲート艦シャーロットタウンをハリファックスから3月2日に出港させ、カナダ軍の一部としてすでに進行中のリビアにおける国際部隊へ派遣すると発表した。シャーロットタウンはハリファックス海軍基地から出港し、3月14日に北大西洋条約機構の第一常設などを 海洋グループに合流し、3月17日に基地に到着した。ハリファックス級フリゲート艦のシャーロットタウンは、約240名の士官及び水兵が乗り組み、合わせて CH-124 シーキングヘリコプター1機と航空分検隊がクレイグスケルペン大佐の指揮下に編成された。第一常設ナト海洋グループの他の艦艇とともにシャーロットタウンは、 同グループの任務区域である中部地中海で作戦行動に入った。航空任務部隊リベッキョは国際連合安全保障理事会で採択された理事会決議1973に基づき設定されたリビア飛行禁止区域を実行するために行動を開始した。この任務部隊のリベッキョは地中海に吹く南西の強風を意味するイタリア語にちなむものである。 リベッケオ隊は CF-18 ホーネット戦闘機6機 C-177 c グローブマスター2機 CP-140 オーローラ2機及び約200名の人員でバゴットビル空軍基地第3航空団第425戦術戦闘中隊の搭乗員と地上勤務員とカナダ国内の他の部隊で構成されているさらにオンタリオ州とレントンの 第8航空団、第437輸送中隊の CC-150、ポラリス空中給油機2機も含まれることとなった。3月18日に、リベッキオ隊は任務地に到着した。CF-18 ホーネット及び CC、CC-150 ポラリスの部隊は、イタリアシチリア島トラーパニのトラーパニビルジ空港を基地としている。c p 百四十オーロラは同じく、 イタリア・シチリア島のシニョネ・ラ・海軍航空基地を基地としている。さらに、6機の CF-18 がカナダ国内で直ちに展開できる準備を行っている。カナダ統合軍航空軍及びカナダ統合軍、海上軍 CF-18 ホーネット CC-177 グローブマスター 3CC-150 ポラリス海海 H339 シャーロットタウン。 CH-124C キングシャーロットタウンに、搭載3月21日に4機の CF-18、ホーネット戦闘機と2機の CC-150、ポラリス空中給油機は、トラーパニビルジ空港からリビアにおける、最初の作戦行動は爆撃実行部隊とともに、その護衛を行うものだった。また、カナダ軍部隊は次の夜には、爆撃に参加する予定となっていた。 また、シャーロットタウンは、リビア北方海域でカッツァーフィー側に対する禁輸を実施するためにパトロールを開始した。3月22日に2機の CF-18 が、再び作戦任務に就いた。けれども、カッツァーフィー側の飛行場を攻撃する計画は、多くの民間人を巻き添えにする可能性が高く、戦闘に関する厳格な規則に反することとなるため、放棄された。 二日目の任務で CC-150 空中給油機はカナダ軍機だけでなく他の多国籍軍機にも給油を行った。三日目に今回のリビアにおける軍事行動でカナダ軍機が初めて爆撃を行った。四機の CF-18 がミスラタの弾薬庫に対し二機の CC-150 ポラリス空中給油機の支援を受けながら 4発の 227kg のベーブウェイレザー誘導爆弾を投下した。別の情報では、シャーロットタウンの乗組員は、艦隊勤務の訓練と撃墜されたパイロットの捜索、救助訓練を行っていると、ジョン・ニュートンカナダ統合軍海上軍司令長官が発表した。2機の CF-18 が2つのリビア上空のパトロール空域で航空阻止攻撃を行った。 CC-150 ポラリス1機はカナダ軍機及び他の多国籍軍機に対する給油任務の一端を担った。カナダは国連のリビアに対する武器禁輸措置を支援する目的で海上監視任務のため2機の CP-140 オーロラを派遣すると国防省ピーター・マッケイが発表した。カナダ軍はさらに80名の人員をグリーンウッド基地の 第14航空団とコモックス基地の第19航空団から派遣した。2機の CF-18 が出撃し、ミスラタ付近の電子船のサイトに対し精密、誘導爆弾を数発投下した。2機の CC-150 が、カナダ軍機及び他の多国籍軍機に対する、給油任務の一端を担った。シャーロットタウンは、リビア北方海域の地中海において、 パトロールを続け、難民の乗る、遭難船の調査を行っている。日曜日に、ミスラと南方 92km にある、第2の弾薬庫が4機の CF-18 によって、破壊された。この作戦は20機の他の多国籍軍機と共同で、行われたものであった。カナダから派遣された2機の CP-140、オーロラのうちの1機が、最初の紹介任務を行った。 火曜日、2機の CF-18 が、ハンカザフィ軍を支援する目的で、ミスラタ近郊の目標に対し攻撃を行った。3月31日6時から、NATO は合衆国アフリカ軍から、リビア空域での作戦式も異常され、ユニファイドプロテクター作戦に統合された。ありがとうございます。